なぜ反乱など起こしたのです。この国を思えばこそだ。おっと、これは貴様の口癖だったな。これほどの戦を引き起こしておいて何を言うのですか。まだわからんのか、ヨシテル。弱体化したこの国には力が必要なのだよ。あなたの力の使い方は間違っている。所詮貴様とは分かり合うことはできんよ。そのようですね。そろそろ決着をつけましょう。望むところだ。行くぞ、ヨシテル。これで私の役目は終わったのかもしれないわね。いや、これからが真の始まりなのだろう。長きにわたりこの国を覆っている不穏な闇を打ち払うため、私は戦い続け、命ある限り。松永の野望を止めたというのに、戦乱は収まる様子を見せません。民の疲弊も限界に達しています。放ってはおけませんね。ヨシテル様、戦火は間違いなく京の都にも近づいております。このままではいけない。光秀は、ヨシアキを連れこの地を離れてください。ヨシテル様。姉上。私はこの戦乱を止めることに注力しようと思います。私は姉上と共に京の都に残りたいのです。おそばにおります。ヨシアキ様、ヨシテル様のご意向を理解くださいませ。ユーサイ。ヨシアキ様はヨシテル様の後、この国をまとめるお立場にございます。そのようなお二人が共にいる場所で万が一のことが起こってしまっては大変でございます。良いですね、ヨシアキ。姉上、わかりました。光秀、頼みましたよ。あなたにしか頼めないことなのです。この神明にかけてヨシアキ様をお守りいたします。ヨシテル様もご無事で。ヨシアキ、しばしの別れです。でも姉上が心配です。ご心配召されますな。ヨシテル様は私がお守りいたしますゆえ。それではヨシアキ様。うん。一刻も早くこの国の戦乱を鎮めなければ。私は世の内乱を止めるため各国の武将たちの協力を急ぐ必要があると考え、各地に使者を送った。また自らも各地に赴き紛争の仲裁を行っていた。誰一人として協力に積極的ではないですね。使者として申し出てくれた総理も、信長殿の協力は得られなかったと言っていました。まして信長殿は私には天下を治めるのは無理だと言い放ったと聞きます。信長殿にはおごりが見えまするな。いえ、戦乱を止められずにいる私が悪いのです。ですがこのままでは融和へ導くのも難儀。ことは急を要します。再度ヨシテル様自ら尾張に足を運ぶことも必要かと。私も同じことを考えていました。信長殿の協力が得られればたちまち情報は広まり、各国の武将たちの意識改革につながる可能性もあります。ではすぐに準備いたしましょう。ふん、来たか。私が来ることをどうして。相変わらずお主はわしをなめとるな。
それだけの気配を放っておれば嫌でも気づくわ。簡単に融和には応じぬか。しかし訴えねば伝わらないこともあるはず。まずは用向きを聞こうか。お教えいただきたく。何をじゃ。先日あなたが総理に託したことづての真意を。なんとことづかった。私に天下を治めるのは無理と。総理も意外に律儀じゃな。まともにそう伝えよったのか。なぜです。よしてる、悪いことは言わぬ。天下人の道は諦めろ。尼にでもなって世を捨てたらどうじゃ。私に出家を勧めることがあのことづての真意なのですか。お主の言う和合で世を治めるやり方など本気で通用すると思っておるのか。まるっきり仏像の物言いじゃわ。なるほど。力による天下不武があなたの本懐、松永と同じでしたね。天下不武とは本来七徳の武により天下を治めるの意。暴力で滑るやり方とは全く違う道のはずです。それをあなたは我流に解釈し旗印にしている。あなたのやり方は万事この調子なのですね。やはりお主は剣術より説法が向いておるな。良い尼になれるぞ。そのような力による天下統一を数多の武将が目指している。結果が今の戦国乱世ではありませんか。力の誇示こそやめるべきなのです。いたずらに人を脅かすために用いるべきではありません。力を捨てよと。秘めておればよいのです。いざという時民を守れるだけの力を持ってさえいれば。ならばお主はその力を秘めておるのか。無論です。ほう、その言葉わしが確かめてやる。え、お主の言葉に嘘偽りがないか確かめさせてもらう。抜け、よしてる。ここで引くわけにはいかない。説得をするつもりで参りましたが簡単にはいかないとも思っておりました。よう分かっておるの。ならば示さねばなりませんね、民を守れるだけの力を。参るぞ、よしてる。負けてはいない。でも拮抗したままの力では信長殿は納得しない。よしてる、その力があってなぜ使おうとせん。言ったはずです、秘めていればよいと。しかしお主は今刀を抜いたぞ。それは信長殿、あなたが。そうじゃ、今この世の中はそういう世の中なんじゃよ。分かっています。分かっているからこそ皆に力を捨てるよう言っているのです。そんな聞き分けのいい武将がいると思っているのか。お主の立場と力があればもっと早く戦乱を終わらせることができるというのに。私は誰かの屍の上に築き上げられた平和など望んでいません。それは理想論じゃ。お主のその理想の裏で倒れている人間は5万とおるぞ。そうやってグダグダしているうちにお主は何者も守れなくなるじゃろう。それはあなたのような考えの人間がいるからです。だから私はこうして説得をしに来ている。あなたはその力でどれだけの人を傷つけてきたのでしょう。そしてこれからどれだけ傷つければ気が済むのですか。力による太平など私は認めない。決裂じゃねえ。また来ます。私は信長殿に何を示そうとして刀を抜いたのか。力で蹂躙するのは正しいこととは思えない。だが私の進める融和政策ではこの乱世を治めることが難しいのも事実。
私は間違っているのだろうか。私はさまよっていた。そこの見えない重く息苦しい心の闇へと沈んでいくのを感じていた。この戦乱を終わらせるためには私には何が足りないというのだ。まだ分からぬのか、ヨシテル。松永。力なき理想などこの戦乱の世では無意味に等しい。貴様は一体何がしたいのだ。私は ヨシテル様。ヨシテル様。何用です。終わりではいかがでございましたか。私の立場と力があれば早々に戦乱を止められると言われました。なるほど、それは間違いありませんね。ではあなたも力で乱世を治めるべきだと。乱世に陥ったよう話し合いだけで治められるとは思えませぬ。民が惑う世になる前に一度武力で治め、平和な国を築き上げることも方法かと思います。それでは松永と同じではないですか。現状好転が見られない以上、武力を使うことは立派な政策であると考えます。すまない、少し風に当たってきます。出過ぎた進言をお気をつけて。私はどうすればよいのだろうか。理想を捨て力を得る、それは理想を叶えるため。きっとそれも間違いではないのだろう。だがそれでどれだけの兵が死に、どれだけの民を苦しめるというのか。綺麗な満月ね。白く満ちた月もやがて欠けていくのが定め。何か用ですか、元就殿でしたか。今京の都は悪しき気に満ちている。悪の気はさらに悪の気を生み伝播していく。あなたは危うい。このまま放っておくわけにはいかない。私が危うい。迷いから道を踏み外しかねないわね。ならどうするというのですか。悪しき気の流れを断つためこの場で切らせてもらうわ。引きなさい。あなたでは私に勝てません。あなたの気配、闇と同化しかけている。忠告よ、闇に足を踏み入れたら二度と元には戻れないわ。決して間違えないことね。道を間違えるつもりなんてありません。私は私の信じる道を歩くのみ。私はまだ松永の問いかけに答えを出せずにいた。そんな中、あの思いもよらぬ知らせが入った。ヨシテル様、お伝えしなければならぬことがございます。弟さえも守れず、何が民のためだ。お望みとあらばこの勇者力をお与えいたしましょう。世はまさに戦国、力ある者たちの横暴がこのような悲劇を生むのです。ならばその者たちを何とかするのが先ではないでしょうか。よしあき、さあご決断を。もうこれ以上戦乱を長引かせるわけにはいかない。
甲斐の武田、越後の上杉が対峙する川中島を皮切りに、戦をやめない者たちに対して私は力による平定に乗り出した。上様、どうして？攻めてくるなら受けて立つまでだ。もう迷いはない。歯向かう者は打ち捨てる。時を同じくして雄斎率いる足利軍を各国の平定に向かわせた。ソーリン様。お姉様、これは義輝様の命令であるはずがない。ここから先は通しませんわ。なんて僕が。全ては義輝様のご意志です。義輝様、各国が落ちるのは時間の問題かと思います。ですが厄介なのは。終わりですか？はい。信長殿の陣は強固で、無理に攻め込んでもいたずらに兵を減らすのみでございます。さすが信長殿ですね。私が行きましょう。各国へ派兵した部隊には変わらず戦いの手を休めないよう伝えなさい。仰せの通りに。尾張を攻めた私は、織田家の家臣である秀吉殿と利家殿を退け、最終決着をつけるため信長殿と対峙するのだった。ふん、随分と活躍しとるらしいの。あっという間に各地で話題沸騰じゃわい。その黒装束もよう似合う。だんまりか。何か言うことはないのか。わしがこうしてわざわざ出張ってきてやったというに。愚かな女がいました。何の話じゃ？ある国にいる人間の話です。理想を掲げ、周りに受け入れられずとも、その理想を胸に邁進していたのです。歩みが遅かろうと、必ずその理想を実現させるのだと、そう思っていました。でも、遅すぎたのです。良かれと思ってやってきたことが、実を結ぶこともなく。女は結果として、最愛の弟すらも守れなかった。邁進しているとき、幾度も振り返ることはできたのに、気づけたのは後悔してからでした。その結果がそれか？恐ろしく強くなったもんじゃの。噂がなくともこうして退治しているだけでわかる。そんな突拍子もない力が弟を亡くしたことで目覚めたと？笑わせるでない。民を守れるだけの力です。何があったのかは知らぬが、秘めていたという力ではないの。戦を収めて世を平定する、それをなしてなお余りある力のように見えるが、お主が望んだのはそういう力だったのか？何を笑われる？いや、すまぬ。自分で自分の言葉がおかしくてな。そうじゃの。力を制する者が世を制す。むしろわしの心情じゃったな。お主が得た力の源などはわしにはどうでもいいことよな。肝心なことはわしの前に立ちふさがるなら誰であろうと切り伏せる、それだけじゃ。そうですね。聞き分けも良くなったわけじゃな。私は天下平定を成し遂げます。お主が決めた道であれば、わしの預かり知ることでもない。ただただ、いや、やめじゃ。もう言葉はいるまい。さて、やるか。信長殿、勝負じゃ。よしてる。
信長殿との戦いはこれまでになく苦戦を強いられた。なんて力じゃ。やはりあなたはお強い。ゆえにここで決着をつけさせていただきます。どうしたヨシテル、とどめは。甘いやつじゃ。まだ甘信長殿、さすがはヨシテル様。ユウサイ、一番厄介であった信長殿を倒しましたね。これで世を平定する目処がつきました。そうですね。ですが最後に一つやらなければならないことがあります。ほう、それは。お前だったのだな、ヨシテル様。松永を籠絡し魔物を解き放ったのはお前であろう、ユウサイ。何を。洞穴を操ったのもお前だな。すべてお見通しということか。だが、すべてが遅い。貴様はもう用済みだ。無限の闇に落ちよ。ようこそ深淵なる奥月へ。信長亡き今、我の邪魔をする者はいなくなった。あとはヨシテル、貴様だけだ。貴様を消せばこの世の破滅は我のものだ。世の破滅、それがお前の目的か。我は力を蓄えていた。邪魔者さえ消えれば各地の負の気を集めるのも容易となり、滅びの儀式はなる。そのようなことを。この奥月には外界の助けなど届かぬ。さあ、すべてを無限の闇に飲み込んでくれるわ。いや、ここでお前を止めればいい。私が止めてみせる。命に変えても。笑わせる。信長との戦いで疲れ切った貴様に何ができるというのだ。消し去ってくれる。あっ、うわっ、真の絶望はこれからだ。私は負けない。一撃で決める。直線一刀真クモッチリ。これで終わりだ。あ、素晴らしい。終わったのね。これで戦乱の世は終わるはず。しかし、私は何もかもを失ってしまった。この声、ヨシアキ。姉上。私はユウサイを倒し異界から解放された。そこで再会したのは死んだと聞かされていた弟のヨシアキだった。ヨシアキ、生きていたのですね。よかった。姉上。あ、姉上。もはや我の呪術から逃れることはできぬ。その体もらい受ける。
こ。お前は私何なのだこれは。ここまで来てまだ自我を保っていられるか。さすが白き剣聖と言われただけのことはあるな。この声幽斎か。まだ生きていたとは。幽斎か。何がおかしい。幽斎とは単なる器に過ぎぬ。我が名は家臣孤児。古の断りより生まれし大いなる負の意志。貴様は次なる器としてこの家臣に飲み込まれるのだ。何？そんなこと許すと思っているのか。貴様の許可など不要。貴様の自我はもうじき消えるのだからな。自我が消えた体は我が存分に使ってやろう。それにこれは貴様が望んだことではないか。私がバカな。貴様は望んだはずだ。他者を圧倒する力を。他者を蹂躙してでも貴様の望む世界を作ること。そんなこと。我がその意志を引き継いでやろう。貴様は自分自身の心の弱さによって滅びるのだ。斧が心に押しつぶされるがよい。まだ無駄だ。肥大化した負の心に勝つ術などない。貴様の体はもう我のものだ。なんだと。姉上。切りなさい。そんなことできないよ。今この国を救えるのはあなただけです。でも早く。なんだかなんだか知らないが、これ以上やるってならオイラが相手になってやる。猿、犬、下がれ。親方様を置いて下がるなんてできません。それが家臣ってもんです、親方様。行くよ、トッシー。おう、オイラに遅れるんじゃないぞ秀吉。
待て。おりゃあ。どれだけ群れようが取るに足らぬ。抗える力を前に朽ちるがよい。ドン・フランキーホなんだ、みんな連れてきたぞ。大丈夫か信長殿。あれは義輝様。ソーリン様、先走らないでください。おいおい、幕府が攻めてきたと思ったら、こりゃどういうことだ？見ればわかるでしょう。次は尾張が攻められているのよ。義明様、こちらへ。光秀、止めてください。あれは姉上の本意ではありません。そうですね。こんなこと、義輝様が望むはずがない。でもあれはどう見たっておかしいでしょう。忠告をしたのに闇に踏み入ったのね。闇ってどういうことよ。あの力はまさか。ええ、私も感じます。この禍々しい気配、人のものとは思えないな。お主らどういうつもりじゃ。どうもこうも幕府が攻めてきた真意を確かめに来ただけですわ。そうしたらこんな格好の信長さんを見ることができるなんて。抜かせ、少し休んでおっただけじゃ。それだけの元気が残っているのなら大丈夫そうですわね。おりゃ、こんだけ集まるとすげえな。義輝様、義輝様の呼びかけに応えて皆さんが集まってくれました。義輝様、戻ってきてください。すでに義輝などおらん。お前じゃない、私は義輝様に話しているんだ。どいつもこいつもお人よしじゃの。貴様ら、鬱陶しいわ。外の虫どもが煩わしい。みんな、すまない。しかし、もう少しといったところか。抗わずに身を委ねてはどうだ。私が諦めてしまうわけにはいかない。ではこれで終わりにしよう。なんで貴様は力を他者を滅ぼすことを選んだではない。我とどこが違うというのだ。同じであろう。よし。違う。私は。立ってください、義輝様。信じております。そりゃ無理。残された意識にかけるしか。負けてはなりません。上様を委ねてはいけません。お前は一体何がしたいのじゃ。無様だな。
ツナが。そうね。何もかもが中途半端で、前に進むことも引き返すこともできず、ただただ現状に立ち止まっているだけで、結果的に多くの人々を苦しめてしまった。一体何がしたいのかとあなたは言いましたね。その答えは見つかったのか。ええ、今さら遅いのかもしれない。でも今やっと私が本当に歩むべき道が見えたわ。ならばこんなところに長居は無用だろう。いつまでここにいるつもりだ。諦めよ。ヨシテル様、今お助けいたします。スザク合爆祭。諦めるわけにはいかない。くらえ、トウフランキーホーク。私たちの剣はまだ地に伏してはいない。はあ、その通りだ。まだまだこれからだぜ。信玄との戦に比べればこの程度の傷。ほう、おりゃあ。家康さん、大丈夫ですか。はい、お姉様、まだいけます。そうですわね、野蛮人に負けていられませんわ。私が倒れるわけにはいかない。闇の根源を断つ。私だって倒れてる場合じゃないわ。たあたしたちが負けるわけにはいかないからね。そりゃそうだって。こんな時でも親方様が倒れるの想像できないもんな。よっしゃ、行くぞ秀吉。遅れるなよ。おりゃトッシーこそ油断しないでよね。このまったく、死に損ないばかりが無理しよって。皆殺しにしてくれる。なんじゃ。ヨシテル様。己ヨシテル。ヨシテル様。ヨシテル様。総理、では戻ってこられたということですか。心配をかけましたね。ヨシテル様、よかったです。ヨシテル様、ご無事で。光秀、よくヨシアキを守ってくれました。はっ、本身もご無事で何よりでした。皆もよく集まってくれました。本当にありがとうございます。ふん、礼はことが終わってからにせい。貴様ら、邪魔ばかりしおって、まとめて滅ぼしてやる。あれは何ですの。ユウサイの真の姿ということか。いえ、ユウサイではありません。過信孤児です。過信孤児だと。なんて巨大な悪の木。まったく、まだこんな力を隠してたのね。皆は下がっていてください。私が決着をつけます。私もお供いたします。私だって鬱憤が溜まってるんです。
ソーリン様の命を狙ったことは許せませんね。いいとこ取りしようっていうのはいくら将軍でもずるいよな。私だってまだ負けてないもんね。信玄、立てるでしょうね。当たり前だ。俺が敵を前に尻込みするわけがねえだろ。こんなに強大な悪しき気は立たないわけにはいかないわ。遠回りな言い方ね。とにかく倒したいって言いなさいよ。どんな相手であろうとも切ってくれようぞ。お姉様。ええ、家康さん、私たちだけ仲間外れはずるいですわよね。私は何を考えておる。こうなって話を聞く輩ではないと知っているじゃろ。そうですわ、ヨシテル様。みんな世を守るため集まってきたんでしたよ。まあ、わしが参加してはお嬢の活躍の場はないじゃろうがな。野蛮人は野蛮人らしく安心して突撃されてはどうですの。後方から援護はして差し上げますわ。ヨシテル、指揮を取れ。待ちくたびれたわ。みんなありがとう。家臣孤児、ここであなたの野望を断つ。一刻も早くこの戦乱を終わらせる。幽閣の絶望を与えてやる。いざ勝負。Yeah!
わねばわからないのですか。あなたはなぜこの世を恨んでいるのですか。貴様にはわからぬよ。この我の苦しみは、人の世は常に裏切り、絶望、血に塗られた歴史を繰り返す定め。卑弥呼の力が受け継がれし、この世は我に滅ぼされて当然なのだ。どうしても私たちと相入れぬ存在ということなのですね。ならば、いいね。行くぞ。はあ、はあ。ね。過信孤児。安らかに眠りなさい。家臣がいなくなった世の中は少し落ち着きを感じられるようになった。だが戦国の世を平定するために各地の武将たちの協力を得ることは容易ではない。平和とは言えない戦乱の世。再び私は融和政策を訴え実行するため邁進していた。元地か、聞いてますか。義輝様の理想のため戦をやめ協力するべきです。そう言われてもね、簡単にはいやめたって言えることでもないでしょう。そうでしょうが、まずはその意思を示すことが大事なのです。そもそも義輝様の理想って何なのよ。だから言っているでしょ、天下太平ですよ。だからそうなったら私に何の得があるっていうの。それはあれですよ、こうして一日中ワインを飲んで暮らしていくような世界ですよ。そうなの？あ、じゃあ私義輝様の理想に従っちゃおっかな。総理様。あ、どうせつおかわりですよ。大事な大事な話をしてるのにお酒がなくてはね。ねえ、義輝様と同じく国を憂うのであればお話にお酒が必要とは思えませんが、お仕置きが必要ですね。お仕置き？痛い痛い痛い！いやあ！いやあ！秀明、いい調子ね。でも撃たれないと思って気を抜いていてはダメよ。元就の稽古ならば実践的だな。はい、元就様や政宗様のように強くなりたいんです。政宗様もよろしければ稽古をつけてくださいませんか。それは構わないが。ということは私の稽古を余力を持って終わらせるということね。そういうことではなくてですね。では本気で稽古をつけてやろう。やっぱり遠慮しておきます。勇才、終わりましたよ。すべてはあなたが命を懸けてくれたおかげです。お墓を作るのが遅くなりました。お待たせしてしまい申し訳ありませんでした。ことが終わって世の中が変わったようには見えませんが、少なくとも悪くはなっていないでしょうね。勇才、お
れ様でした。また会いに来ますね。その時はお茶を立ててあげましょう。ウォーリアー！甘いわ。ち、やるな剣心。あなたは相変わらず力押しなのね。それだけじゃねえ。なんだか今は戦いが楽しくてな。そうね、のびのびと戦えてるというのかしら。命を懸けた戦いの中でおかしな感情ね。違いねえな。だけど今度こそこの場でケリをつけてやるぜ。それはこちらのセリフよ、信玄。じゃあ改めて始めるか。望むところよ。家康さん、お茶を飲みましょう。はい、ありがとうございますお姉様。こうした至福の時間がずっと続くといいですわね。おうおうおう、前田利家様参上。この声は敵大将を撃てば親方様に褒めてもらえる。今川義元、徳川家康、いざ尋常に勝負しろ。トシ、一人で行っちゃダメだよ。なんだよ秀吉、お前に手柄は渡さねえぞ。まったく、証拠りもなくまたいらしたのですね。家康さん、すぐに撃退いたしますわ。ちょっとお待ちください。お嬢、そんな舐めてかかると痛い目に遭うかもしれんぞ。あら、信長さんもいらしていたの。野蛮人な家臣を持つと気が休まらずに大変ですわね。猿と犬にやられたのではお嬢の自尊心が傷つくじゃろう。ご心配には及びませんわ。野蛮人に負けてあげなければならない義理はございませんもの。そろそろわしの軍門に下ったらどうじゃ。野蛮人に頭を下げろと？お断りいたしますわ。家康さん、お茶は野蛮人を退けた後にいたしましょう。はい、お姉様。猿、犬、織田家の力を見せつけてやれ。よし、吉本さん、家康ちゃん、覚悟してね。親方様、オイラの活躍を見ていてくださいね。行きますわよ。行くぞ。それでは行ってきますね。ご無事をお祈りしております。今度こそ各地の争いを力ではなく和をもって収めてみせます。姉上頑張ってください。留守は私に任せてください。姉上の力になりたい。少しでも姉上の負担を減らせるよう頑張ろうと思うのです。義輝様、義明様のことを全力で支えてまいります。お気をつけて。二人とも頼もしいですね。では行ってまいります。今すべてを
君が話してくれた激しい